今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は小倉芝 1800m の血糖傾向分析を行っていきます。小倉芝 1800m を得意としている種牡馬、またその3区の買い時ポイントを掘り下げて分析していきます。なおですね、今回いつもにも増してちょっとマニアックな買い時データのご紹介となってしまいますので、まあなかなか使う機会のないデータとなってしまうかもしれませんが、その分ですね、該当する馬を発見した時には強力な構想データとなると思いますので、ぜひ温かい目で最後までご視聴いただけると幸いです。はい、それでは早速見ていきましょう。なお今回ご紹介のデータは2017年以降、2022年1月23日の小倉開催分までの集積データとなります。データ抽出期間についてはあらかじめご了承ください。まずはじめに見ていただいておりますのは、小倉芝 1800m の3区勝利数順に並べた、種牡馬ランキングとなっています。まあ、やはりディープインパクト3区の勝利数が圧倒的ですね。構想率も群を抜いて良い形となっています。まあ、ディープインパクト3区、他の芝中距離のコースでも高い構想率を誇っていますが、まあ、この小倉芝 1800m もかなり得意な部類に入ると、言って良いんじゃないかなという数字になっています。その他では正直、高い構想率、高い回収率を記録している目立った種牡馬っていうのはなかなかちょっと見当たらないんですが、まあ、エピファネイア産駒についてはちょっと回収率は低いんですが、かなり構想率が高かったりするので、まあ、このコースエピファネイア産駒見つけたら要注意かなといった形です。それではこのランキング上位の種牡馬ではですね、それほど目立った成績を収めている種牡馬がいませんでしたので、まあ、ランキング上位の種牡馬以外で好成績の種牡馬をピックアップしてみたいと思います。はい、それでは小倉芝 1800m の好成績注目種牡馬4頭をピックアップしております。ディープブリランテ3区、ドゥラメンテ3区、モーリス3区、北三ブラック3区ですね。この4頭の種牡馬の、成績ご覧いただいておりますが、ランキング上位の種牡馬よりも高い好走率、高い回収率が目立つかなと思います。こうして見るとですね、小倉芝 1800m は比較的マイナーな種牡馬の方が、構想が期待できるコースなのかもしれないなと思います。まあ、特に北三ブラック産駒についてはまだまだサンプル数が少ないものの、現状では恐ろしいほどの好走率を誇っていますので、よほどこのコースが合う可能性がありますので、今後も、注目して見切っていきたいなと思います。北三ブラック産駒以外にもですね、この3頭の種牡馬かなり高い好走率を誇るので、要注意です。それではですね、これ以降は各種牡馬の好走データを各方面から分析してみた結果、面白い数字が取れたデータをかいつまんでご紹介していきたいなと思います。はい、それではまず、好成績注目種牡馬にも挙げましたモーリス産駒の買い時ポイントについて掘り下げていきます。見ていただいておりますのはモーリス産駒の性別ごとの成績比較となっています。もうこちら一目瞭然で、モーリス産駒ですね、小倉芝 1800m で、牡馬1000馬の成績は全く振るわない形なんですが、その分牝馬の好走率はかなり高くなっています。小倉芝 1800m では、モーリス産駒はですね、牡馬1000馬を狙い下げて牝馬を狙うようにしましょう。はい、続きましても先ほどの好成績注目種牡馬で挙げましたディープブリランテ産駒の買い時ポイントです。ディープブリランテ産駒については馬場状態別の成績をご覧いただいております。両馬場の時も、まあ、副賞率が 33.3% あって回収率も優秀とはなっているんですが、時計のかかる馬場、やや重馬場の時ですね、かなり好走率が格段に上がっていますので、ディープブリランテ産駒は両馬場の時よりも馬場が渋った際にかなり要注意になるのかなと思います。好走率めちゃくちゃ高いですし、回収率も優秀ですので、やや重から不良馬場の時はちょっとまだデータがないんですが、馬場が渋った際のディープブリランテ産駒については要注意です。はい、続きましては、先ほど冒頭の、ランキングで上位にランクインしていましたハーツクライ産駒の買い時ポイントをご紹介します。
ハーツクライ3区については性別ごとの成績比較で偏った数字が見られました。前にご紹介したモーリス3区とは逆でですね、牝馬が成績が振るわないんですが、牡馬1000馬は高い好走率を誇っております。さらにですね、そこに距離延長という条件を付け足すとですね、かなり成績が向上する形となっています。小倉芝 1800m に距離延長で臨んでくる、牡馬1000馬のハーツクライ3区についてはですね、連帯率が 20% を超えてまして、副賞率も 40% オーバー、回収率もめちゃくちゃ優秀となっていますので、距離延長で臨んでくる牡馬1000馬のハーツクライ3区についてはかなり狙い目となるかなというデータになっています。はい、以上小倉芝 1800m の血統傾向分析をお届けをさせていただきました。なかなか今回もマニアックなデータになってしまいましたので、使える、機会が少ない、買い時データになってしまうかもしれないですが、その分ですね、該当する馬発見した時にはしっかり狙うようにしていただければと思います。買い時データとしては、距離延長のボバ1000馬のハーツクライ3区はかなり高走率が高かったです。あとモーリス3区はボバよりも牝馬の方が狙い目となりそうです。あとご紹介しなかったんですが、やや重から不良馬場の時のドリームジャーニー3区もかなり好成績です。同じくやや重から不良馬場の際のディープブリランテ3区はご紹介した通りかなり高い高走率を誇っています。あと北サンブラック3区ドゥラメンテ3区についてはかなり圧倒的な好成績をこのコースを収めていますので、北サンブラック3区ドゥラメンテ3区このコースで見つけたら要注意かなと思います。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。小倉芝 1800m についてはですね、ちょっと難しくて、なかなかマニアックなデータしか出すことできなかったんですが、これに懲りずにですね、他のコースについても分析を進めていってですね、面白いデータが取れましたらその都度ご紹介していければなと思っております。チャンネル登録がまだの方はですね、ぜひチャンネル登録していただきまして、また次回の動画でお会いできればと思います。それでは最後までありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただきまして、次回の動画でお会いしましょう。